こんばんは。13歳のワンコのあーちゃんとママのヨーヨーです。今日はママはお仕事がお休み、あーちゃんとお布団で一日中イチャイチャゴロゴロするという自堕落で贅沢な時間を過ごしました。ママがダラダラしていても、あーちゃんはちゃんとお利口さんにしてくれています。トイレのシートも、あ、もう汚れてるし変えてあげなきゃと思いながら何度もうとうとしてしまいました。それでもけなげにトイレの汚れていない部分を探しながら、ちゃんとトイレでおしっこをしてくれるあーちゃん、お利口さんです。このダメママの娘とは思えない、よくできた子だよ君は。13歳になった今でもトイレをちゃんとしてくれたら必ず褒めるようにしています。トイレでちゃんとおしっこできた、お利口さんね、偉いね。あーちゃんには1歳頃までお留守番をさせられると、その間にトイレ以外のところでおしっこをしてしまうという少し困った癖がありました。帰宅するたびに玄関マットやカーペットにおしっこの跡があり、私も多少イライラしたりもしました。ですが、そこであーちゃんの気持ちになって考えてみるということをしてみました。トイレ以外のところでおしっこをしてしまうのはお留守番の間寂しかったからなのではと考えたのです。それからは帰宅するたびに、あーちゃんお留守番してくれてどうもありがとう、あーちゃん助かるよというようにしました。それを続けるうちに、あーちゃんもトイレ以外のところでおしっこをするという問題行動はなくなりました。そしてそれは今でも続いていて、あーちゃんがお利口さんにしてくれたことにはいつも褒めてあげてありがとうと言っています。その甲斐もあったのか、今ではとっても親孝行な娘になってくれました。ワンコに何か変化があったときは、ワンコの気持ちになって考えてみるということは大事なことなのかもしれませんね。今日も動画を見てくださった方、ありがとうございました。これからもあーちゃんの元気な姿をお届けしたいと思います。それではまたですね。